あっという間に3月になり、卒業シーズンが到来しました。進学、就職と新しい環境に向かっていく大事な時期でもあります。そんな巣立ちの節目となる卒業ですが、そういえばどうしてと思う疑問はありませんか？皆さん、こんにちは、星ルナです。今回は卒業にまつわる謎をご紹介します。1. なぜ蛍の光を歌うの？卒業式の定番ソングと言われている蛍の光ですが、なぜ歌われているのでしょうか？お店の閉店時にも流れていることも多く、別れのイメージが強いですよね。実はこの蛍の光は日本の曲ではありません。蛍の光の原曲はスコットランド民謡のオールドラングサイン。古くから再会を誓う意味や送別の意味で歌われていました。日本では明治14年発行の小学唱歌集初編に今用形式の歌詞がついた形で掲載され、以来卒業式をはじめとする別れの場面で歌われるようになりました。ただし、今時の卒業式では、蛍の光や仰げば尊しなどの定番ソングは歌われないことも多いのです。例えば、ゆずの栄光の架け橋、嵐のふるさと、生き物がかりのエール、エグザイルの道、グリーンの遥かといった比較的最近の歌謡曲が多いそうで、親世代とのジェネレーションギャップを感じることも。2. どうして女子は袴を履くの？女子学生が卒業式に着る袴、最近は小学校の卒業式でも人気ですね。色とりどりの綺麗な袴は華やかで素敵ですが、どうして女子学生は卒業式に袴を履くようになったのでしょうか？もともと男性の服装だった袴を女性が着用するようになったのは明治初期のこと。しかし女性の服装としてはかなり斬新なスタイルだったため、当初は批判の対象にもなっていました。そんな女性の袴を取り巻く状況が変わったのは明治30年代に実践女学校の制服として採用されたのがきっかけ。その後他の学校でも女子生徒の制服、式服として定着したと言われています。 3. なぜ第二ボタンをもらうの？これも卒業式ならではの不思議な風習。女子生徒が好きな男子生徒から制服の第二ボタンをもらうというもの。なぜ第二ボタンなのか気になりますよね。この第二ボタンである理由は3つの説があります。説その1、学生服の第二ボタンは一番上、自分、2番目、一番大切な人、3番目、友人、4番目、家族とそれぞれ意味が込められている。説その2、第二ボタンは心臓に近い位置にあるためハートをつかむという意味がある。説その3、戦時中大事な人へ片身として軍服の第二ボタンを渡す風習があり、その名残。いずれにしても好きな男の子のアイテムを一つ持っておきたいという乙女心が伝わってきますね。4. 第二ボタンをもらったその後、もう一つの第二ボタンの謎、勇気を出して第二ボタンを意中の男の子にもらった後、その相手とはどうなったのか。あるアンケート結果によると、特に発展はしなかった。49%。卒業後、何度か連絡を取り合った。18%。恋愛関係にまで発展したが別れた。26%。現在も交際中。結婚関係にある。3%。その他。4%。その後の進路がバラバラになることもあって、
約半数が何も進展がなかったようですが、恋愛関係に発展したと回答した人も約3割います。卒業式を控えている女子の皆さん、勇気を出して第2ボタンをもらうのもありかもしれませんよ。いかがでしたか？気になる卒業の謎が解明され、晴れ晴れとした気持ちで卒業の日を迎えたいですね。新しい環境までもうすぐそこ、気持ち新たに迎えたいですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。